はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、寝定刀剣について解説いたします。まあ、寝定刀剣っていうのは、定刀剣の一つなんですけども、まあ、ちょっと定刀剣とは違う部分があるんですね。なので、まあ、その点も踏まえながら解説していこうと思います。で、寝定刀剣ってどういったものかっていうと、継続的な取引から生じる不特定多数の債権を一括してまとめて、一定限度まで担保する定刀剣のことを言います。担保するっていうのは保証するって考えてもらっていいです。一定限度っていうのは極度額っていう言い方をするんですけども、法律用語では極度額っていう言い方をします。極度額、一定限度まで保証する定刀剣のことを言います。通常、定刀剣っていうのは特定の債権があって、これを保証するために定刀剣を設定するわけですよね。例えば私があなたに1000万円を貸しました。その1000万円を保証するためにあなたが所有する土地とか建物に定刀権を設定すると、まあ、厳密に言ったらあなたから定刀権を設定してもらうということですよね。つまり特定の債権なんですよ。定刀権の場合っていうのは非担保債権が特定されているんですね。で、一方で寝定刀権っていうのは非担保債権が特定されていないんですよ。これちょっと具体例を考えてみます。例えば問屋 A さんがいて小売店 B さんがいましたと。で、毎月 A さんが B さんに商品を卸していると、まあ A さんが B さんに商品を売っているってことなんですね。で、この場合、まあ、毎月 B さんは A さんに代金をこう支払うわけですよ。で、つどつどその現金のやり取りとか振り込みとかをやっていたら問題はないんですけれども、例えば翌月払いだったりとか翌々月払いとかっていう場合もあるんですね。そうなってくると返済期限まで日数があるので、問屋 A さんとしてはちょっと困るわけですよね。もし支払われなかったらどうしようってなるわけです。で、そういった時にこれ寝定刀剣っていうものを設定するんです。で、なんでこれ寝定刀剣なのか定刀剣じゃないのかっていうと、定刀剣については先ほど言った通り特定の債権に対して定刀剣が設定されるわけですよね。つまりこれ毎月やり取りをしたら毎月定刀剣を設定するっていう行為をしなきゃいけないわけです。で、定刀剣設定して、じゃあ返済されたと、代金が支払われたというのであれば、その都度定刀剣を消滅させる登記をしなきゃいけない。これめんどくさいですよね。なのでそういった時に寝定刀剣がすごく有効になってくるんですね。寝定刀剣っていうのはここにも書いてある通り一定限度までも保証するんですよ。つまり今回のちょっと具体例で言うと、まあ、この B さんが所有する土地、まあ、これ、まあ、評価額が、まあ、5000万円ぐらいだったと仮定しましょう。だから、まあ、A さんとしては、まあ、5000万円ぐらいまで債務が膨らんだとしても大丈夫だろうということで、この一定限度額、これを5000万円とします。つまり極度額を5000万円として寝定刀剣を設定してもらったと、まあ、いう状況だと考えます。で、この場合、例えば A さんが B さんにある月1000万円分の商品を売りました。そうすると A さんは1000万円分の代金債権を持ちます。で、まだ弁済していません。 B さんは A さんに対してこの1000万円支払っていないっていう状況です。で、続いて翌月また1000万円分の商品を売りました。だから A さんは1000万円分のまた債権を持つわけですね。で、まだ B さんまだ払っていません。どっちも払っていません。で、そうすると今2つの債権がこれあるわけですよ。OK ですね。で、まだ弁済されていないので、残債、まあ、残っている債権っていうのは、これ1000万円ですよね。ちょっと書かないですけども、1000万円です。で、この月まで来ると2000万円に膨れ上がってるわけですね。で、続いて、A さんが B さんに対して、500万円、500万円分の商品を売りました。で、B さんが A さんに対して、ここの1000万円について代金弁済をしたと。まあ、このように仮定します。で、そうすると、今現状残っている債権っていうのは A さんが持っている債権は1500万円ですよね。ここについてはもう弁済されているので、まあ、これはもうなくなっているわけですね。この債権はなくなっている。今残っているのは1000万円と500万円の2つです。なので今合計で言うと A さんは1500万円の債権を持っているっていう状況なんです。で、まあ、これをもう繰り返していくわけなんですよ。そうすると増えたり減ったりするわけですよね。債権額が A さんが持っている債権額が増えたり減ったりするという話です。で、まあ、これをずっと続けていくわけですよ。で、そうすると一回この寝定刀剣を設定しておけばもう複数の債権をこれ担保している、保証しているわけなのですごく楽じゃないですか。
1回1回抵当権を設定してここを消滅させて、でまた次、これ抵当権設定して、で弁済されながら消滅させてって、そんな登記を毎回毎回毎月やるってめんどくさいから、このようにしておけば1回登記をしておけばこの範囲内で保証されているわけだからすごく楽なわけですよね。これが寝定当権なんですよ。で、この債権っていうのは不特定多数の債権、今これ不特定多数ですよね、の債権っていうのは将来債権も含みます。つまり今は発生していないけどもこれから発生する債権も含みます。つまりこの後の債権も含んでくるよっていったイメージで大丈夫です。で、続いて一定の範囲内であること、この債権は一定の範囲内でなければいけません。まあ、今回で言うともう売買代金債権っていったイメージで大丈夫です。これだけを保証しているんだ、これだけを担保としているんだってことですね。で、これ言い換えると包括寝定当権ダメだよってことです。つまり範囲を決めずにもう全ての債権っていうのはこれダメだよ、これが一定範囲であること、この債権っていうのは一定範囲であること、これが要件ですよってことですね。まあ、これぐらいまでちょっと頭に入れていただければと思います。で、この点についてはそれほど深い理解は不要です。もう覚えちゃって大丈夫です。で、重要なのはこのイメージなんですよ。ここのイメージ。ここをまず頭に入れておきましょう。で、続いて元本確定っていうのがあるんですよ。元本確定。で、元本確定って何かっていうと、このもう寝定当権を解消して、もう定当権みたいな感じにするっていったイメージです。つまり、非担保債権をもう特定するっていう話なんです。これは非担保債権を特定するために元本確定っていうのをやるんですね。これどういった場合にやるかっていうと、もう実際にこれ定当権、まあ寝定当権を実行していこう、競売にかけていこうっていった場合の前段階として元本確定って行うんですね。で、これなぜかっていうと、この寝定当権のままで元本を確定させない、非担保債権をこれ確定させないと競売にかけられないんですよ。なぜかって言ったら、この競売手続きをしている間にこの債権額が増えたり減ったりしたらこれ困るわけですよね。配当するときにどうなるかわからない。だから一旦非担保債権確定させましょうっていうのが元本確定なんです。じゃあ今この状況で元本確定させましょうか。この場合元本確定させると元本っていうのはもう今2つしかないですよね。債権はこの2つです。つまり元本が1500万円。残っている債権1500万円。これで元本確定しますよっていう話なんですね。で、元本確定させることによって、じゃあ A さんは次競売にかける。で、誰かが落札するわけですよね。で、例えばまあ5000万円で誰かが落札したというのであれば、5000万円の中から、この元本1500万円プラス、まあ、利息だったり遅延損害金、これを A さんが回収することができると、まあ、いうことになります。で、どれだけ保証されるかっていうと、元本プラス、利息だったり遅延損害金全部含めて5000万円までは保証される、担保されるわけなんですね。だから、まあ、今回1500万円なので、まあ、利息が3500万円より超えるってことはあまりないと思います。まあ、だからおそらくこの場合だったらもう全額ですね、利息だったり遅延損害金含めてもう保証されるんですけども、例えば元本が4500万円だったと。これが4500万円だったとします。で、利息がまあ、例えば1500万円あった。利息プラス遅延損害金が1500万あったと仮定すると、これ全部でこれ6000万円なんですよね。で、この6000万円じゃあ全額保証されるかっていうと、これは保証されません。これ含めてマックスで5000万円までしか、この不動産で保証されないので、誰かが5000万円で協力したのであれば、この6000万円のうち5000万円分が A さんの元に入ってくる。つまり5000万円分だけ回収できるということなんですね。となってくると残り1000万円残るわけだから、その1000万円は別途債権として残っているので、別途 B さんに対してまだ1000万円残っているので返してくれませんかと、払ってくれませんかって請求をかけることができると。まあ、いった流れになります。この流れ、寝定当権の基本になってきますんで、しっかりですね、頭に入れていただければと思います。で、一回見ただけではこれおそらくですね、わからないと思うので、何度か動画を見ていただいて、この具体例を頭に入れていっていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。